こんにちは、緑川です。今日はね、グラニーステッチで、V ネックのねセーターを編みたいと思います。はい、今日はねトップダウンで編んでいきたいと思います。ではね、系統をご紹介します。ダイソーさんのリサイクルポリエステルヤーンの段染め。はい、こちらはね 60g 入りです。ポリエステル 100%、 60g、 140m です。おすすめのかぎ針は7号になっていますが、私は8号 5mm を使います。こちらのお色はねオータムリーフというお色になっています。他のお色もね、はい、いろいろございます。それから今日のセーターはねこの系統でなくてもねお好きなもので編んでいただけます。お手持ちの糸でお試しください。そして今日はねトップダウンでグラニーステッチで V ネックというね、はい、盛りだくさんになっております。はい、私は割とねこうシャツカラーが多いので、そういうのに合わせるときはね、はい、シャツのときは V ネックだし、丸襟のセーターだったら丸襟の T シャツをね、はい、中にね着たりします。はい、それではね作り目です。糸始末できる分下げて、まずは準備をしますね。はい、そして、今日はね、グラニーステッチのための、作り目ということになります。はい、ではね鎖編みを、1、2、3、3目、3目したら上糸をかけて一番下の、はい、2本、左半目と裏目の2本取ってね長編みをします。はい、これねこれを1目と数えます。はい、ではね続きしますね。鎖3目して長編みの頭の手前半目と足の1本、ここに針を入れ長編みをします。はい、このね2番目の編み方を続けていきます。鎖編み3目します。長編みの頭の手前の半目とすぐ横にいる足1本取って長編みをします。鎖編み3目します。はい、3目した根元の方、長編みの頭の手前半目とすぐ左の足の1本をこのように通って長編みをします。はい、繰り返していきますね。3目したら長編み、3目したら、はい、長編みの頭の半目と足の左の1本。はい、そしてこのようにね大きな鎖編み状になっていきます。はい、これをねもう少し続けていきます。はい、今ね作り目を、およそ、だいたい、40センチぐらい目安で編んできて、今ね43センチほどまでなっていました。数はね今数えなくていいので、だいたいね40センチを超えるぐらいまでね編んでおきましょう。はい、いつものようにねイラストで説明をしていきます。今日はねトップダウンで首元から編みます。先ほどのはね首の一番上の作り目ということになりますね。そして、私は、私ので、ね、頭、まずね、頭周りね。頭周りは、皆さんもね、測っておいてメモしておきましょう。私の頭、メジャーで測るとね、56センチです。ですから、襟元はね、はい、このサイズがあればいいという感じですね。そして今日 V ネックですから、ゆとりがある感じになります。はい。そして、これをね、計算をしていきます。こちらが、襟の後ろ側ですね。
こちらが袖肩、配分をこのように決めます。そして56センチかける30%は何センチかなと計算します。56センチかける18%は何センチかなと見ます。56×30% は 16.8 16.8 56センチかける18%は 10.08。 はい、これがね、長さの目安になりますね。それではね、この長さが何目分かなと見ていきますね。はい、そしてね、今日はね、偶数目ですね。偶数目、はい、イーブンですね。偶数目、偶数目に揃います。イーブンになります。 16.8 というのはおよそ17センチですけれども、このように定規を当ててメスをね、数えます。 1,2,3,4,9 目なんですよね。9、はい、これね、偶数にしたいので1個減らしますね。短くなりますけれども8目にします。はい、ここをね、8目、はい、これを1つと数えて、これが8目にします。はい、そして 10.8、これもね、偶数にします。合わなかったらね、1つ減らします。およそ11センチで見て、あ、これはね、6で大丈夫ですね。6目、よかったです。ここの目数をね、必ず偶数にします。はい、そしてこのね、後ろの方は8目は本当は、定規を当てた時は9目だったけど減らしましたけど、ここの角のところでね、1目ずつ取るのでね、心配いりません。はい、それから増し目ポイントに ① と書きました。はい、そして、今日はね、 V ネックなので、さらにね、ここに1目、はい、ここにも1目ということになります。それではね、私の目数を数えますね。8目足す肩が6足す6、それから、増し目ポイントが4つあるから ④、それから前身ごろに1目ずつあるから、1+1、 はい、これがね、私の目数になります。はい、8+6+6+6は26目。はい、私は26目が必要になりますね。マーカーをね、4つ用意しますね。はい、そしてこのね、丸1と書いたところにこのマーカーをつけていきます。はい、そして編み始めの尻尾3がここになります。1目前身ごろにして、2番目、はい、2番目のところ、はい、
けておきます。2番目、そして6目数えて1、2、3、4、5、6数えて7番目、はい、次は8目数えますね。マーカーの隣からです。1、2、3、4、5、6、7、8数えてその隣、はい、そして、ここは6目、あ、ちょっと足りないのでね足してきますね、はいはい、足りない分をね編んできました。はい、続きです。はい、ここのね6目1、2、3、4、5、6、はい、そしてここがね今つけたマーカーにプラス1目、はい、でこれでね全部の26目ができました。はい、はい、それではね皆様の、私と同じようにね計算をなさってください。頭周りは各自メジャーで測ります。それを基準に 30% と 18% のパターンを計算して、物差しで測ってね何目かを決めます。この目数は必ず偶数にします。はい、後ろが8名、私は8名、左右が6名となりました。あとはね、私と同じようにしましょう。はい、これはね、必ずメモをしておきましょう。はい、それではね、1段目を始めます。今ね、編み終わり、私は26名でしたから、ここがね、26番目です。ここ編み順を見ていただいて、右側がね、鎖編み3目があって、左側が長編みの足があります。はい、このようにねなっています。そして、このままの向きでここをね編んでいきますね。はい、ここに編んでいきます。はい、そして、今日はね、立ち上がりは、鎖編み3目でも、長編みでもねどちらでも大丈夫です。最終的にはね、この V ネックのところは、襟ぐりの縁編みをしますのでね、そこに編み付けるということになりますので、どちらでね、編んでいただいても大丈夫です。鎖編み3目の方はね、ここで3目編みます。そして、はい、この中にね、長編みを2目編みますね。これで3目になるから鎖編み3目の頭のところにマーカーをしておきます。はい、これでね3目端にできているということになりますね。はい、ではね、長編みで立ち上がりをしたい方は1目目から、はい、長編みをできますのでやっていきます。お好きな方でね大丈夫です。はい、では長編みで立ち上がる方はこのね1目目の隙間に長編みを編んでいきます。はい、1、2、3と同じところに長編みをまず3目、はい、1目目の頭にマーカーをつけておきます。ではね、鎖編み1つします。そして次に進みますが、次はマーカーのあるね、増し目ポイントです。はい。ここは V ステッチをします。1、1、1と編みますね。長編み1、鎖1、長編み1。そして鎖編みを1つして、次のグラニーに入ります。長編みを同じところに3目編みます。3目編んだら鎖1をしてグラニーステッチを続けます。マーカーが来るまで長編み3目鎖1を編んでいきます。
長編みのねこの作り目の足の方にね編んでいて鎖編みが残っていますね。そして長編み3目編んだら必ず鎖1をしておきます。そしてマーカーのところに来たから111の V ステッチです。長編みを1つ、鎖を1つ、長編みを1つ、そして必ず鎖1をして次に進みます。今度は私はここが8目でしたからグラニーステッチを8回しますね。はい、長編み3鎖1をしました。そしてこのねマーカーのある角のところに来ました。 V ステッチをします。1111、そして必ず鎖1をしてまたねグラニーステッチ、ここは私は6目分になりますね。はい、マーカーのある角に来ました。 V ステッチをします。111と編んで鎖1をして、はい、一番端の目にも長編みを3目、いつもね左右対称で終わりますね。これでね左右対称で終わります。はい、あら可愛いですねこの、ねオレンジがあるのがねいいですね。はい、先ほどの図と同じ向きにするとこのようになりますね。はい、このオレンジのマーカーのところがね角になって、こちらがね V ネックになっていきますね。はい、ではね、進めます。針を戻して編み地をね往復編みですから編み地を裏に返して編んでいきます。はい、このね一番端ですが、このね1目目のところに長編みを3目編みますから、鎖3目の方はまず鎖3目を編んで、その後ここにね長編みを2目です。ではね私は長編みを3目編みますね。1目目には必ずマーカーをつけておきます。はい、そして鎖1をします。はい、そして次はねこの V ステッチの手前のこの隙間、鎖1がありますね。はい、ここにも必ずグラニーステッチをします。ここをね飛ばしてしまわないように気をつけます。はい、そして鎖1、次がこのね増し目のところ、はい、この V ステッチの真ん中に針を入れ111を編みます。そして鎖1、次の隙間に針を入れ長編みを3目、鎖1、次の隙間に針を入れ長編みを3目、はい、ここまでの見た目このようになっていますね。前の段の V ステッチだったところには V ステッチがあって、
鎖1の隙間を編んだところは、長編み3目が入っています。はい、ではね、次のマーカーのところまでね、続けます。はい、長編み3目あったら鎖1をして、次の隙間に長編みを3目、鎖1、はい、次の隙間に針を入れ長編みを3目、鎖1、長編み3目して鎖1をして、そしてマーカーのあるね、増し目ポイントには V ステッチ1111と編みますね。そして必ず鎖1をしたら、次の隙間にグラニーステッチ長編みを3目、鎖1。はい、次のね、マーカーのところまでちょっとね、作業していきます。はい、鎖1をしたら V ステッチ、必ず鎖1をして、次の隙間にグラニーステッチの長編みを3目、鎖1。はい、はい、最後のね、マーカーのところに来ました。長編み3、鎖1が終わってます。 V ステッチをして、鎖1、はい、そして次の隙間に長編みを3目、鎖1。そして、最後はね、マーカーをしている最後の目にね、長編みを3目します。編み始めと同じく下から3目編みますね。今ね、2段目を編み終えたところでね、このようになっていますね。はい、ここのところがね、 V ネックになっていきます。それではね、ひっくり返して3段目です。3段目はね、2段目と同じです。そして2段目の編み方をずっと繰り返していくことになりますね。ではね、最初から、やってみますね。はい、3段目です。まず一番端の右側の長編みのところに3段目の最初の長編み3目を編みますね。1目目にマーカーをして鎖1、はい、そして鎖1の隙間ごとにグラニーステッチ長編み3目、鎖1をしていきます。はい、鎖1をしました。マーカーのある角の増し目ポイントに来ましたね。はい、Vステッチの中に針を入れ、同じ V ステッチを編んで、そして鎖1、そしてすぐ次の隙間にまたグラニーステッチを編んでいきますね。はい、あとはね、同じになります。はい、隙間ごとに長編み3目、鎖1を編んできて、
V ステッチのところに来たら、はい、V ステッチの手前でも長編み3目鎖位置をして、 V ステッチの中に V ステッチ、鎖編み1目したらここにまたグラニーステッチ、長編み3目鎖1目と編んでいきますね。2段目の編み方をずっと繰り返していくということになります、はい、そして、見た目はねこんな風になります。このようになっていて、ここのところがね、はい、増えていってだんだんと V になっていきます、はい、ではね、このまましばらく編み進めていきます。はい、身ごろのね途中まで、来たところです。まずね、段数をね数えます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 私はね今9段目までね編んだところになります。はい、そしてねちょっとね数を数えたいんですけれども、このね角から角の間のグラニーステッチの数ですね、長編み3目の塊の数を数えますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 はい、16個、はい、グラニーステッチがね後ろは16個ございました。そしてこのようにね角と角を合わせて、はい、少しね重なるかなというところなんですけれども、今度はねこの前の方のグラニーステッチの数を数えますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 はい、9個ありましたね。はい、で、ここのところでねこうやって角と角をね、このね角と角を重ねますと、ここがねちょっと重なるぐらいまでね来ました。はい、それでこの V ネックはねこれで完成にしたいと思います。ですからね前身ごろの方がね今のところ少しね幅があるというところになります。はい、それではねここのところ、はい、9段目ですけれども、今ねここで9段目が終わったところになりますね。そしてここを V ネックにしたいから鎖編みを1目して左側に引き抜いて終わるということをいたします。針を戻して、まずねここに鎖編みを1目しておきます。それからこのね1目目のところに引き抜きますが、私はね後ろから引き抜きます。長編み1目目の頭、後ろから前に針を出して糸をかけて糸を後ろへ連れていってキュッとしますね、はい、そして引き抜き編みをしてキュッとします。糸始末できる分残してカットします。ここにね鎖編み1目をしてから左右をつなぎました。これね大事になります。はい、それではね、ここから、身ごろを延長していくんですが、まずね寸法です。はい、今ね私の後ろ身頃は角から角まででだいたいね46センチほどになっています。46センチぐらいです。で、46センチの幅ということになりましたけれども、私ね、身頃はねだいたい50センチは少なくとも欲しいところなんですね。ですからここのところにね身頃の幅としてね鎖編みで延長するということをしたいと思います。それから、このね袖のところなんですが、袖もね私この今ねちょっと測りますね、角から角、はい、およそね19センチなんですが、少しね脇が私はちょっと狭いなと思うので、
袖の方もね長くしたいんですね。ですからここの脇のところは、鎖編みを編んでね、袖と身頃をいっぺんに延長するということをいたします。そして見た目幅が、だいたい、46だから、ちょっと待って、見た目が、5センチ分ぐらいずつね、足したいと思います。はい、そうすると袖もねちょうどよくなるかなと思うんですね。5センチ分を鎖編みで延長するということをいたします。それではね、後ろから編んでいきますけれども、はい、このね今ね、こちらが私は、ちょうどね外側が表でこちらが裏というところなんですが、表裏の法則に従うので、このね編み終わったところの編み地、はい、長編みが裏になっているところ、はい、ここから糸をつないで、編んでいきますね。長編みを編んで延長していきます。袖と脇をいっぺんに鎖編みで延長するというところになりますね。ではね、まず準備をします。そして長編みを編んでいきますね。はい、まず最初にねここの V ステッチを見つけます。はい、111のところ、これのね左側の隙間からグラニーステッチで始めていきますね。はい、長編みを3目、はい、ここがね角の V ステッチのところでした。その左から長編み3目でねスタートしました。そしてここのところはね、はい、今までと同じように長編み3目鎖1のグラニーステッチで針を進めます。それからこの真ん中なんですが、先ほど切った糸ね、これは今のうちにもうね糸始末をしてしまいます。とじ針をつけて、こちらが今裏向きですから、はい、この長編みの足の中に返し縫いをして糸始末をしてしまいます。突っ張らないように気をつけながら細かくね編み地の中に表に響かないように気をつけながら返し縫いをしていきますね。はい、ではね今糸始末したのがここでしたが、ここまでね手前まで編んできますね。はい、先ほど鎖1をしたところにやってきました。そしてここなんですが、側ではなくてね、裏山の1本に長編みを3目編みます。はい、真ん中にね1つ、そして鎖1をしてまたグラニーステッチを進めます。はい、先ほどね鎖1をしてこちらとこちらをつないだところの鎖1の裏山を取って長編みを3目編みました。これでね V ネックの谷のところができたということになります。それではね左の端まで編んできますね。はい、長編み3目が下にありますね。その左に針を入れ長編み3目を編みます。はい、そしてこの左側にねここに V ステッチがありますね。はい、ここはね編まずに、飛ばします。そして、これでね、このね右側から編んできて左まで来ました。そして今ね脇のところに来ました。ここでね、見た目5センチ幅ぐらいの延長したいから、まずね10センチぐらい編んでみますね。
り。ちょっとね、2つ多かったので、はい、今ね、だいたい10センチぐらいになりました。はい、今ね、だいたい10センチになるまで鎖編みを編んで一旦マーカーをしました。そして、これがね、脇の下の延長部分になって後ろ身ごろにつなぐんですけれども、メスをね、このグラニーステッチがちゃんと編めるようにねしていく必要がありますから、4444のプラス1という目数にねしていく必要があります。1234で、今123だから、あ、さっきの2目でよかったですね。はい、34、はい、4の倍数をして最後に鎖1つしますね。ですから私は四四十六十七目でした。はい、そしてうしろ身ごろの角を連れてきたら V ステッチの角の左側からスタートしますね。はい、V ステッチは無視しましたから、ここでも同じです。このようにね、鎖編みで脇のところを延長しました。はい、ではね、こちら後ろ身ごろもグラニーステッチをね進めて左端までね作業してきます。はい、後ろ身ごろをね編んできました。そしてね、脇のところに来ました。ここのところにね V ステッチがあるので、はい、ここはね編まずにスキップします。そして先ほどと同じくね、およそ10センチ分、私の場合ね、およそ10センチ分で17目でした。はい、17目編んだら、次の角のところ、はい、編み始めに戻ってきましたね。ここにね引き抜きます。1目目の頭に針を入れ引き抜きますね。はい、キュッと絞ります。そして表裏の法則なのでね、これで表に向きを変えますね。反転します。はい、ちょっとね見た目を整えてみますね。今ね、合体した1段目は私の10段目に当たりますけれども、このようにねなりました。はい、ここにね鎖編みを延長しています。こちらにも同じく鎖編みを延長しています。はい、およそ10センチ分で17目、4の倍数プラス1目ですから、お好きな分だけ延長なさっていただいて大丈夫です。そしてこのね鎖編みの端から端で身ごろの幅に希望になっているか、そして、このね袖の長さとしても余裕があるかということを見ます。私はねここがだいたい18ぐらいだったので、プラス5センチになってね23センチぐらいの幅になるのでね、これで大丈夫だと思います。はい、このようにねなりました。はい、それではね編んでいきます。はい、先ほどと逆向きに身ごろ構えておりますね。私の場合は今が表になっています。はい、奇数段ですね。はい、ではね私の11段目、奇数段表に返して編んでいきますね。私の表です。編み地はねさっき引き抜いてひっくり返したところです。そして私は17目ありますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
16、17、はい、このね17番目、はい、ここにね長編みを3目編んでいきます。鎖編みのうちの2本を取って長編みを3目編みます。そして1目めにマーカーです。鎖1、そして土台を3目スキップしますね。1、2、3スキップ、4番目、はい、裏山と片側の半目の2本を取って長編みを3目、鎖1、土台の鎖編みを1、2、3スキップ、4番目に針を入れて長編みを3目、鎖1、1、2、3目スキップ、4番目に針を入れ長編みを3目、鎖1、はい、そして1、2、3スキップすると、はい、このね端の鎖編みのところに来ました。これでねぴったりになっています。はい、そして鎖1、このようにねグラニーステッチが 1,2,3,4 5個ね、はい、延長できました。そして続きはね、同じです。はい、このね身ごろの方にグラニーステッチをしていきます。はい、こちらがね身ごろ、こちらが袖になりますけれども、このようにね延長をしております。はい、はい、反対側のね鎖編みの延長部分のところまでやってきました。はい、ではね、長編み3目の次のね1目めの鎖編みにグラニーステッチを編みますね。はい、はい、一番端の鎖編みということになりますね。このね1番目の鎖編みに長編みを3目編みました。あとはね先ほどと同じ要領です。鎖1をして根元は 1,2,3 スキップ、長編み3目、鎖1ですね。延長ができました。そして鎖1をしてこのままね、はい、前身ごろに入ってまたグラニーステッチをしていきます。はい、ここをね編んできますね。はい、一周ね編んで戻ってきて最初のね延長のところに戻ってきました。今ね長編み3目鎖1と編んでいます。ここでね引き抜いて終わります。そして今ね編み地は表なので針はね後ろからにしますね。はい、後ろから表に針を出し
ループをかけて、ループをまずね、裏側へ連れていきます。そして、裏表で編んでいきたいので、編み地をね、ひっくり返します。はい。ひっくり返しますね。そして、長編みのね、目が裏になりました。ここで編んでいきます。はい。そして、グラニステッチを今度はね、編んでいきますから、もうね、ここは隙間になっていますから、ここで、このね、隙間に長編みを3目からスタートできます。はい、1番目にはね、必ずマーカーをいつもつけておきます。はい、そして、鎖1。これが、私の12段目になりますね。はい。そして、これ以降はね、引き抜いたら反対に返す。引き抜いたら反対に返すと、輪に編んでいきますけれども、筒状に編んでいきますけれども、表裏の法則で、その都度ね、ひっくり返しながら編んでいきます。全体をね、確認します。ちょっとね、大きいのでね、半分ずつご覧いただきたいと思うんですけれども、ここが V ネックの中心で、はい、こちらが肩で、ここが先ほど延長したところになります。反対側も同じにできていますね。はい。はい、今ね、編みかけたところ、グラニーが2つだけありますけれども、ここにね、こちら側にも同じ数だけ延長している部分があります。で、このね、延長した端から端が身頃の幅になっていますし、ここから、ここまでがね、袖の空き口ということになります。はい、そしてね、ここまでね、来たらね、一度ね、この編みかけのところを、外れないマーカーにしてね、脇のところ、着心地はどうかなとね、確認します。はい。それから襟の方はね、身頃ができたら、ここのところはね、襟の縁編みをいたしますので、少しね、もちろん狭くなっていきます。はい、今ね、結構空いてますが大丈夫です。そしてね、なんといってもこの V ネックが綺麗にね、できております。はい、このようにね、なっております。それではね、あとはひたすらぐるぐるしますが、一段。編み終わるごとにね、編み地を反転させて表裏表裏の法則で編んでいきます。そして以降はね、着丈ということになりますから、お好きなサイズで結構です。短くても長くても大丈夫です。お好みの長さ、毛糸が足りるぐらいという感じになります。はい、ではね、私も今ね、こちらが、2つ目の毛糸なんですが、一旦ね、この2つ目が編み終わるぐらいまでをね、身頃を延長していきたいと思います。はい、トップダウンで編んでいるね、 V ネックのセーターですが、私はね、こちらの毛糸2つ分を編み終えたところです。段数はね、15段目の途中までということになります。半分ずつね、お見せしますね。はい、ここのところね、分割して鎖編みで延長したところ、はい、脇のところになっています。こちらもね、はい、そしてこちらのね、身頃は、これ以降増し目などありませんのでね、お好きな長さになるまでね、編んでいただいて大丈夫です。短くても長くてもね、お好きな段数ということになります。はい、それからね、裾の方はね、編みたいと思っております。はい、あの裾の縁編みね、編みたいと思います。それからそれもね、ここを拾い目をして、延長します。それからこの襟のところね、はい、こちらもね、縁編みをいたします。そして、今日ね、前編はここまでとさせていただきます。皆様はね、身頃の長さ、お好きな長さまでね、ぜひ編んでください。後編の方でね、残りをね、編んで仕上げていきたいと思います。本日も最後までご視聴くださり本当にありがとうございます。こちらの V ネックのセーター編んでみようかなと思っていただきましたら、ぜひ高評価、いいねボタンをお願いいたします。またリカチャンネル編み物部では部員さんを大募集しております。ぜひこの機会にチャンネルへのご登録どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の後編でお会いしましょう。みどりかわでした。
はい、2玉まで編んだところで女子マネさんに試着をしていただいております。 V ネックはね、まだね縁編みをいたしますので、もう少しね襟のところは締まってくる感じになります。はい、横からね見たところなんですけれども、ちょっとね眩しくなってて申し訳ないんですけれども、はい、それもね、はい、試着をしましたのでね、十分ゆとりがあることをね分割の時に確認しました。ウェアをね試着こまめにご自分にフィットしてるかなっていうのはね、はい、常にね気にしながら編み進めると良い仕上がりになるかなと思います。